これバスで帰りてえな。まあないんだろうけど。まあないだろうな。よいしょよいしょ。なんかジュース買おうかな。あそこの喉かいちゃったな。泣きたくなるこれ。あ、泣きたくなるね。あ、24分だって。もう終わってるよ。もう過ぎてるよ。40分ね。何やってんの。何やってんの。帰ろう帰ろう。多分これ下りないんじゃないの。ってかこっちから、あ、上から登るのあるけど、あれ下りでしょ多分。ちょっとまだ地図、家に地図見てみろ。地図こっちにいる。しかし田舎になったな。まず稲荷山から行かなきゃダメなって言われるか。うん、稲荷山から行って、まあ、降りるのもありだったね。普通あの雨に通夜は明日から行けんのかと思って。繋がってると思う。まあいいんじゃない。面白かったよ俺と。あ、いや繋がってるはず。地図で見ようと抜ける道だったはず。あの学習報道からでしょ。そう、うん、多分繋がってる。そうするとあの本来出たかった場所に行ってたんだ。うん、でも学習報道直んねえかもな、あれな。え、学習報道直んねえかもな。どういう状況になってんのかな、ちょっとわかんないから。うん、みんな帰ってくるの、戻ってくるの。人生がほら、なかなか、私たち直さなきゃいけないから、それ、どうしようかなって思うのかな。ああ。すいません。ここは許して、みんな。ありがとう、暮らしなのかな。うん。ちょっと左の子、べったり寄るから。ここはちょっと許してやってました。ここなんか脇道から下るところだよ。うん、痛い目にあった。みんなそういうことしてるからね。ちょっとよかったけど、未だによくわからない。まあ大丈夫でしょうよ。もう10キロ超えた。今日？あ、そんな歩いたんだ。うん、うん、あ、これそうだよ、やっぱ下りないんだよ、バス。こっち方面のバスないんだよ。こっちからないんだね、だって。うん。さっきので終わりだって。だから20何分、24分で。だから上りしかないんだよ。むしろバス自体ないんだよ。地獄だなこれ。え、これ無理じゃねえ。あそこでせっか、あそこら辺でバスで生活するったら絶対無理だよ、ここ。うん、だからみんなチャリかあれない、バイクか車で。うん。生活してるんじゃない。車ないと無理だって。これチャリでもやだもん、こんなとこ。チャリ嫌だね、なんか。やだやだ。電動自転車あっても辛いよこれ。電動チャリでもあんま追加せんないけど。オンインオンインっつって。なんか疲れそう。いつか。うん。え、本当にゴミひどいんだけどこれ。あ、ひどすぎだよな。じゃあ帰りましょうね。まあ下りだから楽っちゃ楽だけど。そう。ウォームアップとしたらちょうどいいんだよね、緩やかな上り。
いや、ウォームアップどころかもヘトヘトだよ。ウォームアップどころかヘトヘトだよ、登りは。ここ下手したらね、一つの山頂を超えてる状態だから、ね、正確に二つ山頂を超えてきてるね。草と山と草と山はだけ逆だから、そのなんだっけ、大津山となんだけど、ああ。帰ってご飯食べよう。おしっこして。まだこれ夜じゃないからいいけど、ね、今、まあ、まだまだ北海道にいます。うん。この辺の後ろの日が分かんない。あ、多分ついてんじゃない。最近携帯のライト光らしい。まる。あそこからもうすぐ山頂。うん。別に往復行けんなと思って。すべてこういう道をさ、一箇所どっちから行くかずっとつけておけるっていうの。何を？こういう道をここ。あがいと？この道、ほどっぽい道。ああ、はいはいはい。まあ、左なら左だけでもいいからさ。なんか炭酸飲みて、うん、トイレ行きたい俺も。あー、アクエリやっぱ今日買っといてよかった。運良かったな。思いのほか暑かったな、昼間は。うん、なんか昨日天気予報で関東はさ、なんかちょっと雨が降るみたいなこと言ってたから、え、マジでそんな晴れてんのよって。一応カット行ったのって。あと俺のドケチ精神が働いてよかったな。うん、あのアクエリアスは。いや、でもちょっとね、最後見てね、あー、あれだったらまあ行くかなと思って。まあね、運びに沈めない。うん、ごめんね、超右寄ってもらって申し訳ない。これまあ、まあ、狭いな、確かに。申し訳ない。ここはね、ごめん、ないんだよ、道が。歩道がないんだよ。違う、そうです。うん、やめろよ。ねえ、楽天ポイント使っていい？全部。え、楽天ポイント全部使っていい？なんで？ソフト買うから。え？え？取っとく。まあいいや、後でいいよこれ。うん、もういいよ、下から行こう。
ただここ寄ってこ、上に乗ってこ、極力。極力。うん。暗さでさ、携帯のライトを照らしてたらさ、うん、ありがたい、あんまり役に立たない。役に立たないと思う。だってこの明かりでさ、意味ないよ。もっと暗かったらわかるけど。何？もっと暗かったらいいと思うけど。あんまり役に立たないさ、車のライトに照らすから。うん。多分。ただの。何？うん、573。大丈夫。あ、これ危な。これ危ないよ、これ。これダメだよ、これ。うわぁ。ねえ。あれダメだよ。え？冷てやばい、まあ、俺これで殺されんだよ、これ殺される。俺これ最後の動画ですね。あ、ね、あ、やばくないこれ。あ、そんで俺殺されんだよ、首。いや、簡単に取れると思わなかった。首くさってやってね。ね、これどうしよう。保険金つってもらわれるんだよ、俺。うわ、あ、これ本当に有利だね。怖っ。死んじゃうよ、こんなの。危な、こけ。楽しいこれじゃないよ、ね。食べれば。ここでしょ。ここと学習歩道がつながってるってことでしょ、よ。え。帰るよ。年齢ゾーンだよ、ほんと。年齢ゾーンだよ。結構思いのほか車取ってくんね、みんな。あー、これやだな、このガードレール。このぷっくりゾーンやだな。傘落ちてるよ。これ持つとこねえじゃん。トウモロコシ。え？やばくない？置いてくの？え、なんで持ってくの？いや、いらないでしょ。写真だけ撮る。撮るのかな？何バカなことやってるんですか？それでサラダ持ってたから超冷たい。サラダ？いらないよ。いらないでしょ。あんな持って帰ってどうすんだよ。ちょっとテンション上がったんで。ここ許してんの。これ取れないんだ。20号線だよ、これ。うん。まあ、おしっこしたい。おしっこしたい。ヒッチハイク？わかんない。時計が。多分55分。